はい、皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。第4回目を迎えました富士天国選手権大会、10月25日開催となっております。今大会は3種目こちらのコブコースで競っていただきます。これから早速コブコースを見ていきたいと思います。こちらのコブコースです。少し緩斜面ですけども、ターン数は約11ターンほどとなっておりますね。この少し緩斜面ではありますが、起伏がある程度しっかりしています。白いライン上にですね、マーカーゲートを設置して、そこをコブの中でスラロームしていただくという楽しい種目になっています。こちらはタイム計測のみで、こちらのタイム計測をポイント換算して、得点にします。はい、1種目目上部コブコーススラロームとなります。次は下部コブコースの種目に見ていきたいと思います。はい、こちら下部コブコースとなっております。少しシャドウが先ほどの1種目目よりも少しシャドウがあります。で、コブの大きさも大きい状態となっています。この中で先ほどと同じように、ほとんどこの白い線上でしょうか、マーカーゲートを設置してここをスラロームしてタイムを競っていただきます。で、3種目目になりますとこちらの下部コブコースでモグラタックという種目になります。今度はマーカーゲートを無視してもらってスピードとテクニックを競っていただきます。スピードはタイム計測、そしてテクニックはジャッジにて技術判定をさせていただきます。こちらの1種目目、2種目目、3種目目、3つの種目の合計でコブ戦の方リザルトをつけていきたいと思います。はい、第4回富士天コブ選手権大会はこちらのコブコースで行われます。毎年熱い戦いが繰り広げられるわけですけども、今年は一体どんなドラマが待っていることでしょう。とても楽しみです。ただいまスキーカテゴリー、スノーボードカテゴリーのエントリーを受け付けております。詳しくはこちらのホームページをご覧ください。皆様のご参戦をお待ちしております。